皆さん、こんにちは。スプランです。さて、今日はですね、イルビウムデベロップメントブログですね。開発のブログを、このアーロンさんという方が、まあね、これ中心になってる方ですよね。イルビウムの一番中心にいる方ですが、2021年11月のまとめということで記事を書いていただいているので、12月、まあちょうど発行されたので、まあお話していこうかなと思います。内容はね、えっと、 すごくあるんですよ。なから、ね、これ全部ワードに起こしてみたら、4200単語ありました。英語でですよ。なので、これとても読むのは大変だと思うので、日本語でね、きちんとさっくりと解説していこうと思います。話す内容は、主にね、えっと、3つが何に分かれてました。一つ目が、えっと、ビジネス系のことですね。どういったまあ手を組んだりとか、まあ、どういう開発をしているかですね。で、2つ目に、あとゲームの内容に関することですよね。うん。 なんか、このゲームのこのアニメーターの感じとか、あとはどういったシーンが出ていますかとかそういうことですね。そして最後に、まあブロックチェーンに関することですよね。当然、えっ、ー、と、イーサリアムのブロック前兆に乗っているゲームですから、まあそれを今後どう考えていますかといったような内容をまあ書かれていました。ので、早速行きましょう。 はい。ということで、まずは、えっと、ビジネスに関するところです。はい。で、ビジネスに関しては、ここはね、まぁ、あ、結構うまくいってますよっていうようなことを書いてくれています。はい。でね、えっと、まあ彼、アーロンが書いてくれているのが、our initial thoughts on the race have changed, with Kieran being a firm believer in the community ってことで、もう、このキエランさんって人も、まあよく聞きますよね。この人がコミュニティの中ですごく、 かっこたるね、意志を持ったメンバーなので、まあうまくね、まあ最初の意志をうまく、ちょっとは変えながらだけど、うまく引き継いでね、こう、うん。 いいゲームを作ってるよっていうことで、まあ、褒めてます。あとは、まあ、なんか、我々勝手に進めることはダメだよっていうものを、このアーロンさんは強く思ってるようですね。まあ、ここに書いてるのが、まあ、keep in mind that sometimes we need to sign NDS.NDA っていうのは秘密保持契約ですよね。を、まあ、ちゃんとコミュニティに対しても、まあ、持ちながら、ま、進めていきたいよっていうことです。はい。で、これは、ま、カウンシルというのがありますよね。あの、コミュニティのメンバーを選ぶやつです。で、ここは、あの、イルビウムのトークンを持っている人なら、まあ、誰でも参加権が あるので、うん、これはまあ必ず投票したいた方がいいと思います。なんか場合によっては、このイルビームのゲーム自体が傾いてしまうなんてこともあり得るので、まあ誰をまあきちんと選出しておくか、なんていうのは大事ですよね。まあこれはあの、ダオですよね。あのディーセントロライズとなんちゃらって、あの自立分断型の組織としてまあ,あります。なんか日本でいうあの株主総会あるじゃないですか。ね。何々会社の株を持っている人は、その、 えらい人ですよね。取締役を選ぶ権限がありますよ、みたいなやつです。あんな感じのイメージを、イルビウムを、コインを、ま、投稿持っている人が、このイルビウムで、まあ、どういった人が、ま、関わってメインでやってきますかっていうものを決めれるんですよね。なので、そんなことがあるので、まあ、ここは、ま、きちんと、そういった、ま、ステークホルダーですよね。まあ、株主みたいな感じです。その人たちを大切にしていきますよっていう、このアロンさんの強い意志があります。なんかすごくいい、まあ、ゲームだな <laughs> と思っています。 はい。ということで、ビジネスのもう一つの重要な側面として挙げられているのは、このマーケティングです、ね。で、マーケティングでやっぱり皆さんが注目しているであろう、このランドセールです。あと、あの、ステーキングのバージョン2、V2 ですね。の方も挙げられています。はい。で、こちらはもうもっぱら、このマーケティングチームはもうここにフォーカスしているってことです。まあ、ランドセールに限らず、あと、まあ、プライベートのベータワンですよね。あと、イルビターズですね。で、まあ、この他にも、まあ、いっぱいあるので、まあ、それらに取り組んでますよっていうような感じです。 はい。とことでね、これ、イルミモトの、まあ、嵐さんが出してくれてるやつなんですけど、まあ、メインゲームの、まあ、今言ったプライベートのベータ1ですよね。が、まあ、メインゲーム is EOI ですよ。で、あと、プライベーターの2が、まあ、あの、 クォーター1のまあ中頃に待たせれますよ。で、オープンメーター、まあ、いわゆるローンチが2022年のま、まあ、まあ、第1クォーターの遅めなので3月とかなのかなと思います。で、えっと、モバイルの正式版、これが2022年ということを考えているということです。一方の、えっと、まあ、ランドセルでこちゃこちゃ遊んで、えっと、イルビームの本体のゲームですよね。メインゲームにつながるものが、まあ、イルビームゼロですが、それは、まあ、ブロックチェーン上で2022年のまあ1月遅くぐらいにまあできるかなってことです。以前のね、動画でね、私、 モバイル、アンドロイドだけじゃないみたいな感じで、まあトレーラー画像が出ていたので、まあそういうお話をしていたんですけど、まあ一番最新の情報、まあ、今日ですね、の情報によると、えっ、ー、とまあそれはまあ Web でもできるし、まあモバイルの両方でもできるような、まあ状態にしていこうということを考えているみたいです。なので、現状、すいません、前回の動画でね、まあアンドロイドを持ってないっていう方も多かって、衝撃を、ね、受けた方もいると思うんですけど、そこは必要ないっていうことです。はい。 そしてね、二つ目の側面がゲームです。これがね、皆さん一番楽しみにしていることなんじゃないでしょうか。で、ゲームというとね、まあ、どんな情景があるかっていうのが、まあ、皆さん気になるところだと思うんですけど、まあ、ゼルダあるじゃないですか。ゼルダの伝説ですよね。みたいな、まあ、シュラインズ、神社ですよね。人員が出てきたりとかっていうような、まあ、パズルみたいな要素は、まあないよっていうことです。まあ、ここはまあ世界観とか非常に大しているって感じですね。あともう一個重要なものが、まあ、オープンワールドですよっていうところですよね。オープンワールドっていうと、 あの、ファイナルファンタジーのね、まあ、10とかかなのように、ま、ずっと広大な土地を駆け巡っていくよ、みたいな感じですね。まあ、そんな世界観は、ま、結構大事にされているよっていう考え方、みたいです。はい。なので、オープンワールド is like a pack of cards. で、え、カードの、ま、パック合わせなんだけど、実は、ま、オープニング前。 ですね。だけどそれをもう広く開放していて、それを旅することができるようになってますよっていうような書き方をしています。れは面白いですよね。うん、なんか一瞬、イルビアルのカードを持ってたらカードゲームだけに留まりそうだけど、そうじゃなくてオープンワールドの世界観を組み込んでいますよっていうのがこのイルビウムというゲームになるようです。 ね、楽しみですよね。私も非常に楽しみにしています。はい。でね、もう一個ゲームで気になっているものが、まあ、イルビームのゲームが、なんかオートバトルになるよっていう話です。まあ、なんか、ファイナルファンタジーの点0 2とかそうでしたよね。やったことがない人は、ちょっとわからないかもしれないですけど、勝手にもう戦いが進んでいくんですよ。まず、誰々がタックして、次に誰がタックして、次。 誰が託するみたいな順番が決まってるっていうような感じだったりします。まあ今回のね、イルミウムでどうなるかわからないですけど、まあとりあえずこのオートバトルというものが組み込まれるという情報があります。で、まあこれがヘクスポテンシャル、ヘスポネンシャルですね。えっ、ー、と、エクスポネンシャルだと指数関数っていう意味ですね。まあなので、ヘ、まあ、クスポネンシャルもまあ同様の意味だと思ってください。まあえっと、コンバットエンジンっていう、まあ裏で回っているまあシステムがあるんですけど、まあこれが16進数で進んでますよっていうのところです。ここあんまり興味ないかな <laughs>。飛ばしましょう。 はい。で、どっちかというと、バトルで、まあ皆さん気になるものは、まあバトルの映像ですよね。まあトレーラー画像を見てもらった人はね、よく知ってるかもしれないですけど、結構シネマティックな感じなんですよね。シネマティックってまあ、シネマって映画館じゃないですか。なので、なんかちょっと映画っぽい、なんかすごいうっとり魅了されるような、まあ映像美ですよね。が、まあ結構大事にされるような、デモバトルっていうような映像になるみたいです。 もう一つの重要な側面が、まあ、IRBR ですよね。これの開発をこのチームは非常に大切にしているということです。まあ、英語でね、one of the most labor intensive parts of the game client. Uh, is, uh, was, importing all the assets for the l r s ってことで、まあ、LVR に対しての、まあ、その、資産ですよね。アセットは、まあ、うまくね、こう持ってきてますよっていうので、もう非常にレーバーインテンシブってことで、もうすごく注力してるよっていうことです。で、まあ、これは、まあ、結構、まあ、プリケ p ティ c a t e d c r e a なので、まあ、非常に複雑ですよ。だけど、まあ、require a lot of love to bring to life ってことで、もう息を吹き込むのに、もうめちゃめちゃ愛情を、まあ、手間暇かけてますよっていうことですね。なので、このイルミアル自体はどんなものにするのっていうのは非常にこだわったものです。まあね、えっと、リリースされているものだと、プレスリリースかなされているものだと、あの、アトラスちゃんね、001のアトラスちゃんとか、まあ、そんな感じのものが出てきたりすると思うんですけど、まあ、非常に、まあ、それらの、まあ、可愛らしさとか、うん、まあ、 きちんとやってるし、まあ、そこがね、きちんとオリジナルであるということを大事にしているというものが、ま、ここに書かれていました。 はい。で、メインゲームもそうなんですけど、i ルビ i ムゼロの方もですよね。まあ、結構気にしています。で、Ilvium z で、まあ、どういうところに気にしているかというと、オーバ <laughs> ータイム m e We've Rollout, More and More, VFX。これはあの、視聴覚の効果ですよね。あの、効果音みたいな感じです。あと、アニメーションズということで、アニメーションにも結構こだわってるよということで、まあ、これは、It's always meant to be a mini-game。Game ミニゲームもま、意味してるんだけど、<laughs> and it stays, but it's a nice one. まあ、単なるミニゲームじゃなくて、これもメインゲームっていうぐらい多分いいゲームですよっていうことを書いています。まあ結構自信終わりってことですよね。楽しみになってきます。<laughs> えっと、今回のあのデベロペントレポートに、まあある、まあ単語が結構よく出てきていて、それがハイヤーという単語です。これは、まあ雇うという意味ですよね。で、いろんな人を雇っています。ここのゲームでも、まあ Ilbum0 に対しても、このエクストラパーソン ね。どういうことかというと、まあ、ゲームのバックエンドを、ま、支配するような、ま、人を、ま、一人雇ってますよっていうようなことを書いてます。他にも、なんかビジネスの方でも、ソニーさんから、なんか人を引っこ抜きましたよみたいなことも書いてました。なので、うん、結構、人を、ま、増やすぐらい、まあ、彼らも自信もあるし、それだけ人件費もかかってくるわけなので、まあ、それだけね、収益性とかのも見込んでいるのではないかなと思います。 はい。ということで、あとは、まあ、ゲームのいつリリースされるのかってことですよね。has been focused on getting ready for closed beta 1ってことで、まあ、c l o s のベータ2ですよね。が、もう、おおむね、出来上がってますよっていうことです。それで、えっと、プライベートベータ1も、まあ、できましたよってことで、まあ、あスタートオブザマ e スってことで、 うんもう、この11月の初めかな ?12 月か。記事を書いてるのが12月なので、12月の頭にはもう完了しましたよっていうことを書いています。はい。そして、えっと、何を持っても切り離せないのが最後の話題ですね。ブロックチェーンです。で、ブロックチェーンは、we have decided to make the land sale in a very decentralized way ですね。which has proven challenging. まあ結構チャレンジングなことだって分かったけど、まあ必ずこのランドセールはこのディセントラー a l i z e ですね。中央分散でやっていきますよっていうことです。まあディセントラ r みたいなやつでね土地を買いましたみたいなのが街また、あ、でも、まあ、特に日本でとかなのかなわか話題にはねなっていますけどまあディセントラライズドウェイ っていうところで、まあ、そんな方法で、ま、やっていきますよっていうのがあります。でね、な、それは大変なんだけど、実は、モンストブザ t h ワークハズビンター b ってことで、もう少しなんじゃないかなと思います。で、ランドセールも楽しみですよね。あともう一個気になってる、ステーキング g v2、最初にも触れましたが、まあ、has passed the internal audit and is now with the c o stamp ってことで、あとはもう承認待チってことですね。なので、will be submitted soon and we expect to pass ってことで、もう彼らもうやることは全部やったので、まあ、もうすぐ、えー、まあ、 無事に承認が折れれば、まあ、バージョン2が発行されますよってことです。バージョン2何が変わるのとかね、そもそもステーキング何とかよくわからないっていう方は、まあ、こちらの動画でまとめているので見てみてください。はい。そんな感じで、えっと、今日はね、こんな感じになります。あとはね、なんか Web とかゲームのバックエンドとか、まあインフラですね、がどうなってるのとか書いてるんですけど、<laughs> ほとんど興味ある人いないと思うので、まあここは割愛してます。はい。そんな感じで、 スパランでは、こうやって、まあ、役に立つイルビウムの話。これね、英語の情報ばっかりで日本語で発信してる人がほぼいないんですよ。なので、私の方、チャンネル登録しておいてもらえると、まあ、必ず動画、まあ、数日に一回必ず上がってきますので、まあ、皆さん、最新の情報をキャッチアップできると思います。ので、ぜひ登録よろしくお願いします。また、再生リストの方も入っているので、見てみてください。そんな感じで、本日は以上になります。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。来月も、この話していきます。 ディベロップメントレポートね、お話していきますので、それもお楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。